まして、こんにちは。令和3年3月28日、不動明王の日です。少し考えてもらいたいことがあるんです。英語でね、ボケーションって言葉があります。V-O-C-A-T-I-O-N、 ボケーション。バケーションじゃないですよ。それは V-A-C-I-T-I-O-N ですかね。あ、これ歌知ってる人、あの年齢わかりますからね。ボケーションの方です。このボケーションというのは、もともとどういう意味があるかというと、職業。でも単なる職業じゃなくて、天から与えられたもの、神様から与えられた職業というのがあるんです。ですから、主婦もまた、私は職業のこのボケーションに当たる言葉じゃないかな。無職であることもボケーションに当たるんじゃないかなと思ってます。で、この英語のボケーションという言葉を知った時にですね、ふっと思い出したのが、トガノオミョウエ商人。トガノオミョウ商人、聞いたことありますか？高尾山神護寺っていうのは聞いたことないですか？河原け投げで有名なところね。あそこのすぐ近くに高山寺って、うちは高家寺ですけどね、高い山のお寺、高山寺っていうお寺があります。この会期で日本で一番古い茶畑があるお寺、これを作られたのが戸賀の明恵上人という方なんですね。この戸賀の明恵上人、歌もなかなか上手でね、その戸賀の明恵上人、よく言われていた言葉があります。それは何かというと、あるべきようは、あるべきようは、あるべきようは、僧侶は僧侶の、俗人は俗人の、天皇は天皇の、あ、ごめんなさい、天皇様というような感じですね。天皇様は天皇様の、庶民は庶民の、総理大臣は総理大臣の、主婦は主婦の、それぞれのあるべき姿をしっかりと保って生きていくことがとっても大切なんだということなんです。これがね、意外や意外、私たちできていないんですよ。普段の生活の中でできていないから、何が起きるかっていうと、心の中の煩悩がムクムクムクっと湧いてきて、苦しみの中で、その苦しみに沈む世界の中で、ああだこうだこうだああだと生きていかねばならないんです。例えば私たち僧侶は政治から一歩身を引いています。もちろん政治家たちに、相談を受けた場合、政治家たちから相談を受けた場合はお答えしますし、避けているわけではありません。でも政治そのものに絡むことはない。特にないのは派閥争い、そうしたものには関わらないというのが本来の坊さんの在り方です。それはなぜかっていうと、お坊さんっていうのは究極の自由人だからです。束縛を離れるからなんです。そういう派閥的なものというのは、お坊さんにとっては本当はある意味禁忌。この戸賀の商人、明恵商人に言わせたら、そんなの坊主じゃないっておっしゃられるんじゃないかなと思います。先ほどお坊さんは自由な人だって言いましたけど、でもお坊さんって戒律を授かります。戒を授からなければ基本的にはお坊さんじゃない。ちょっと浄土真宗だけ特殊ですけれども、でも基本的には戒律を授かる。ああしちゃいけない、こうしちゃいけない、そうしちゃいけない、束縛じゃないですか。おかしくありません？自由人を束縛してどうするんですか？これにはね、意味があるんですよ。普段の生活の中で煩わしいことにいちいち気持ちを向けるんではない。戒律の通りに生きていれば、自動的に物事を動かしていくことができる。そんなことにいちいち頭を使うんではなくて、普段の自分自身が求めなくてはならないものにしっかりと意識を傾けていきなさい。それ以外は戒を守って生きていけば、しっかりと生きていけるんだから。これが本来の戒なんです。戒というのはサンスクリット語でシーラ、どういうことかというと、習慣という意味です。良き習慣だから、良き習慣を授かってその通りに生きていれば、自分にとって一番大切なものに集中できるだろう。ここがですね、戒律のすごく大事なところなんです。
ところがちょっと有名なお話があるんですけれども、師匠と弟子が旅をしていた。で、昔の日本というのは橋がなくて、川でね、川をこう歩いていくか、それが船に乗って渡るか、まあそんな状態だったんですね。で、そんな時にですね、一人の女性が佇んでいた。で、そこで師匠はどうされたのって聞いたわけですよ。そうするともう船が向こうへ行ってしまったんですと。でも私どうしてもすぐに向こう岸に渡らねばならないんです。で、そこで師匠ははいはいって言いながら、はい、私の背中乗りなさいって、で背中におんぶをして川岸を渡っていく。で、弟子はあっけに取られて、でもまあ師匠行っちゃったからついていかなあかんということでついて行って向こう岸まで渡って、で女性はありがとうございます、この恩は忘れませんって言って師匠の手を握ってこう行くわけですが、はいはいって言って師匠はこれで終わるわけです。で、しばらくこうやって歩いてると弟子がですね、もぞ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 してるんですよ。で、どうしたんだお前って言うから、師匠、戒律に女性と話してはいけない、女性に触れてはいけないと書いてあるんですけど、師匠はそれを破られたんですけれども、とこうって言うわけですよ。そうすると師匠はもう大笑いするわけだ。ははははは、お前そんなことにもぞもぞしとったのかって、いつまでお前は女性と話をしている、いつまでお前は女性に触れているんだ。わかります？実際に話をしたのは師匠ですし、実際におんぶをしたのは師匠です。でもそのことにいつまでたっても執着していたのは弟子なんですよ。本当の戒律を守るというのはどういうことなんでしょう。そこで困っていた人を助けることが、これを戒律を破ることになるんでしょうか。そうじゃないですね。そうしたことはとっても大事なこと。まず大事なことは人を救うこと、人を次の世界に誘うこと、これがやっぱり大事、第一です。その次に、まあ自動的に生きていくためのこの戒律っていうのがありますから、それがあるものだ。でも私たちそういうことをやってませんか？手段ばかりに目を向けて、結果的には一番大切なことを忘れているっていうことないでしょうか？皆さんどうですかね？でもこれ人のことを批判できるかっていうと、私はなかなかできないです。なら私のあるべき要は何なんだろう。一番は真言の僧侶であることです。でもその真言の僧侶の道という中に教師をしているところもありますし、あえて YouTube に上げているところもありますし、中には全然違う活動をしていることもあります。真言密教の道筋の中で一つなんです。先ほど言ったボケーションという言葉を知ったのは私はロータリーで知りました。でもこの話は職業であるべき要はっていうものにつながっていく、これまさに私にとっては真言密教なんですよ。もっと言うと、ありとあらゆることが私の活動は真言密教なんです。そこに主体があります。ですから時には戒律を破らざるを得ない時がある。でもそれもちゃんと誰か人がそれによって救われていくんであったんだったら、それはそれで一つの道かなって私は思っています。ただ仏さんの前に来てね、ごめんなさいな気がしますよ。もうやっちゃいました、ごめんなさいって謝ることはありますけれどもね。さあ皆さんどうですか。普段の生活の中で自分自身のあるべき要はとは何なんでしょう。今年は皆さんにこのあるべき要はというものをもっとしっかりと見つめていただきたいなと思っております。来年高山寺行きましょうか。1年間皆さんをやっていただけたら、まあ就職してるでしょうから、皆さんと一緒に高山寺行ってあるべき要はということも感じてもらえればいいかなと。ぜひともまた明恵上人を思い出していただいて、皆さん自身があるべき要はというのを感じていただければ何よりかなと思います。あるべき要は、そして私は僧侶として自由であるべきもの、
でも僧侶はなぜ戒律を授かる、こう縛りつけるもの、それは本当の意味での自由を得るためには小さなことはみんな戒律に従って生きていった方が自動的に生きられるから、一番大切なところだけで自由自在に生きていく。もっと言うと、本当に自由自在に生きていたお釈迦様というのはもう戒律なんて何にもなかったんじゃないでしょうか。生きていることそのものがもう戒律を守っていることになってたように思います。私もそういうところを目指して生きていきたいな。真言宗には大きな大きな戒律、三摩耶戒というのがあります。その三摩耶戒をしっかりと守ってまっすぐと進んでいきたいなと思っております。宣伝もう一回します。 YouTube 毎日上げてますので、いろんなのを上げてますから、まあ自分が気に入ったやつ、だいたい何曜日に何がやってるかな、月曜木曜が宗春で、あと本の紹介したりとか、それから法話の短いの、長くても10分ぐらいですから見ていただければ。ただしこの21日と28日の法話だけは20分とか30分とか長くなっております。それ以外は短くなってますので、高家寺もしくは私の北川雄一で調べていただければ、YouTube 出てくると思いますので、また覗いてみてください。今日はありがとうございました。